はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹原直樹です。今日は国語が苦手な人のための動画。今日はね、朗読の仕方っていうね、文章を読んでみましょう。非常にコンパクトにね、まとまっている、いい文章です。文章を読んで分かったことや味わったことを朗読してみると一層はっきりしてきます。目で読んだだけでは味わえなかったことを耳から感じ取ることができるからです。朗読をして人に聞かせてあげるのは自分が文章をよく味わってからでないとできません。だから朗読することは文章を深く味わう勉強にもなります。また自分の読み取った気持ちを人によく分かってもらうためには声の出し方や速さや調子などをよく整えて読むことが大切です。これは話をするときと少しも変わらない注意です。だから朗読は話し方の勉強にも大変役立つのです。朗読をするとそれまで分からなかった言葉の意味が自然に分かってくることがあります。それはその言葉は前後の言葉と一緒に読んで文章全体として考えることができるからです。ところで朗読にはどんな心構えが大切でしょう。良い朗読をするにはまずその文章に書かれている内容と文章の書き表し方の特色をしっかり読み取らなければなりません。それができたらあまり大きな声を出さないで静かに何回か読んでみましょう。はじめからうまく読もうなどと考えない方がいいです。それより作者の特に言いたいことはどこに書いてあるだろうと考えながら読むことが大切です。そのようにして読んでいくと作者の心が自分にはっきり分かってきます。そして自分も作者と同じ心になって読めるようになります。そうなればもう立派な朗読です。さあ、じゃあ、確認していきましょう。質問していきます。さあ、文章を読んで分かったことや味わったことを朗読してみるとね、一層はっきり分かってくるというんです。さあ、それはなぜかっていうと目で読んだだけで味わえなかったことをさあ朗読は何から感じ取ることができるからですか。そう、耳から感じ取ることができる分、まあはっきり分かってくるというんです。朗読をして人に聞かせてあげるのは自分が文章をよく味わってからでないとできません。だから朗読することはさあどんな勉強になりますか。そう、文章を深く味わう勉強になるんです。また自分の読み取った気持ちを人によく分かってもらうためには声の出し方や速さや調子などをよく整えて読むことが大切です。これは話をするときと少しも変わらない注意です。さあ、だから朗読とはどんな勉強にもなるんですか。そうなんです、話し方の勉強にもなるんです。朗読をするとそれまで分からなかった言葉の意味が自然に分かってくることもあります。さあ、それはその言葉を前後の言葉と一緒に読んでさあどんな風に考えることができるようになるからですか。そう、文章全体として考えることができるので、自然な理解ができるんです。さあ、それでは朗読にはどんな心構えが大切でしょうか。さあ、良い朗読をするにはまずどんなことをしっかり読み取らなければならないでしょうか。ね、その文章に書かれている内容と文章の書き表し方の特色をしっかり読み取らなければならないというんです。さあ、それができたら次はさあ何をしてみましょうって筆者は言っていますか。ね、あまり大きな声を出さないで静かに何回か読んでみましょうって言うんです。初めからうまく読もうなんて考えない方がいいです。それより作者の特に言いたいことはどこに書いてあるだろうと考えながら読むことが大切だっていうんです。さあ、そのようにして読んでいくと誰の心が自分にはっきり分かってくるでしょうか。
そう、作者の心が自分にはっきり分かってくるんです。そして自分も、さあ誰と同じ心になって読めるようになりますか、ね、作者と同じ心になって読めるようになるんです。そうなればもう立派な朗読です。朗読の注意点というね、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。